どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間に楽しくウクレレでモリモリ音楽できますよということで、日々簡単レッスン動画へ公開しています。今日もモリモリいきますよ。さあ、本日は、G ラボのブラックビューティーモデル。ウクレレかっこいいでしょ、これ。はい、これとシンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレを使っていきたいと思います。初めてウクレレ Amazon で即ゲット可能ですからね、ぜひチェックしておいてください。さあ、本日のレッスン課題曲ご紹介しましょう。日本が誇るロックバンド、キングオブロックンロールバンド、ボーイのですね、わがままジュリエットやってみる。これはですね、名曲でございます。そしてね、今こうして改めて聞いてみるとね、すごいこの怪しげなメロディーと、こう、コードはすごいシンプルなコードなんですけどね、あの世界観がね、すごいなと。で、しかもいつものように2バージョン行くんですけど、今日や後半のかっこいいバージョン。あ、前半はシンプル簡単バージョンで、初心者の方でも簡単に弾けるようにしてますからね。でも言葉のタイミングとか、あのムード出すの結構ね、大変です。大変というかね、掴んでくださいよ。で、後半はかっこいいバージョンをやるんですけど、後半のかっこいいバージョンは、リズムがですね、いろんなリズムが、かっちょいいんですよ。今日はこう、かっこいいバージョンのね、アレンジはね、かなりリズム、こだわってます。ぜひ皆さん、2バージョン最後まで、チェックしといてください。これ楽しいですよ。かっこいいバージョンこのリズムコントロールできるんだったらね、なかなか素晴らしいと思います。はい。皆さん、そうだ、音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど、全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど、挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画、公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、で、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくる可能性あると思いますよ。はい。で、ホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、レッスン入っていきましょう。ボーイのわがままジュリエット、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンの方からやってみる。 Do 1,2,3,4
ボーイのわがままジュリエットガズレレレシンプル簡単バージョンゆっくりやってました。あの、なんて言うんでしょうか、こう、摩天楼が広げる怪しげな、こう、なんて、かつセクシーで、なんて言うのかな、なんか空虚な感じの中に、こう、心が、寂しい心が熱く燃えているみたいな雰囲気でしょうか。いいですね。プロモーションビデオもね、いいですよ。時代感たっぷりな感じで。ぜひあの曲の世界観、時代感もね、抱きしめながら一緒に歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで、主に1番のパート。もうこの曲に関しては1番とか2番とかもそういうカテゴリーもちょっと難しいんですけど、主に前半部分をね、取り上げております。フルコーラスでやりたいことは、まずはこのガズレレの簡単バージョンでちょっとね、このやつやっといてもらって、後でですね、これ参考にして、繰り返しのパターンになってくるんで、ご自身で楽譜を書いて歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作ってフルコーラスバージョンをトライしていただくのもいいと思います。まあ、まずはねこのガズレレバージョンで、練習していただくと一応全てのパート網羅されているっていう感じですんでね、やってみてください。このね歌がですね、何がねこの言葉がまたぐ感じとか歌詞の内容もすごい絶妙なんですよ。これ面白いですよ、すごく。歌の歌い回しっていうのはかなりですね、斬新で面白いことになっています。ぜひじっくり聞いてやってみてください。まず1個目のゴール設定としてはですね、今やった簡単バージョンのガズさんと一緒に動画に合わせて練習してもらってですね、一緒にできるようになったら、もうこれ素晴らしいと思います。ここまでまず目指して練習してください。一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。そしたら次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけでリズムに乗せて歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのは難しいでしょうから、最初は楽譜みたいなものをですね、見ながら何回も練習して、いずれは覚えちゃって、この曲を、わがままジュレット、青空の下、この新緑の中で歌うみたいなのが、ね、覚えちゃって歌うの最高だと思うんですけど、楽譜練習がいいと思います。とはいえ楽譜ってどこにあるのということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんが手書きで書いてるこのノート、もう36冊目に突入しておる。これに書いたですね、この楽譜、今のバージョンでこれ2枚ギッチギチにまたいでますからね。これをね、見ながら今やっていったんですよ。で、もうちょっとしたら、カメラにこのように大きく映して、みんなもこんな風に書いてやってくださいということをシェアしようと思うんですけど、今、とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたわがままジュリエットを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な、ものすげえ量の中の曲からですね、毎月5曲、お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信。これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で、毎週2回45分のライブ配信。テーマを決めて、ものすごくマニアックに、わかりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ、楽譜を見ていきましょう。ボーイのわがままジュリエットです。今日は2枚にわたってますよ。なんで1って書いてありますけどね。これイントロ。はい。ここがリズムがあって、こう伸ばすって書いてあるんですけど、ここのね、メロディー。このギター、布袋寅泰さんのギターのメロディーがもうたまらないんで、これ歌ってくださいね。はい。で、ここにちょっと見てもらうと、なんか書いてありますよね。矢印マークとカッティングのフレーズって書いてあるんですけど、これ、ね、かっこいいバージョンではここかなりこだわったリズムになってます。今やったシンプル簡単バージョンは4つ弾きでやりました。これ伸ばすとかはね、ご注目くださいという感じですね。ここがイントロで、ここから歌が始まっていきますという感じで、お時間ある方はこうやって映しておくので、メモっていただいて、ゆっくりでいいんで練習していただきたいというのと、今ね、紹介させてもらったガズクラブで、このね、ガズの手書きノートをゲットしてもらうのめちゃくちゃ今日も有効です。ガズレレのノートの特徴はですね、この VV って書いてある、これひらがなの上にこの上に点があった人でしょ。これでリズムが分かるようになってるんですよ。これ休符です。ちょっと言っていきますよ。1、2、3、4、1、2、な、9
笑顔でスマイル擦り切れたシャイン。こんな感じでこの点と球で分かるようになってるんですよ、リズムが。これはもう画期的ですよ。これが分かるとね、うん、うんだ、笑顔でスマイルみたいな感じで、このでのところに V がある、急符ですからね。これがすごく役立つ。あと歌詞カードの表記にはない、この伸ばすところ。はい。あとはこの、あの、場所とのこのバランス関係、位置関係なんかもすごく参考になると思います。あの、ガズレレノートにはね、ヒントたくさんなんで、ぜひ皆さんガズクラブに入っていただいて、ガズレレノートのこの楽譜もゲットしてみてください。お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。はい。いいですか？まず 1A。はい。そして、ここがね、ここかっこいいでしょ？ Don't you cry のところですね。ここのところはね、またかっこいいリズム、違うリズムに変わってくるんですよ。かっこいいバージョン。これも後で濃厚解説していきます。今のはね、シンプルに、シンプル簡単バージョン弾いていきました。で、ここ2番の A ですね。じゃあ、ここ B メロから2番の A まで。はい。A メロのところはコード一緒で歌詞変わってくるだけですね。OK ですか？はい、そしたらここまで来たらクルリンパとしまして、ここまた2番の B メロですね。Don't you cry, 慣れないしぐさのーっていうね。で、ここ C パートっていうのが出てきます。Friday night, 笑い声が。これ、ここでですね、またなんと3つ目のリズムが登場するんですよ。ここのリズムもかっこいいバージョンで必見でございます。かっこいいです。はい。はい、そしてこれが終わったらラスト。ここが怪しい感じの繰り返しのリフレインが続くところなんですけど、ここもまた違うリズムですからね。今日は4つのリズムが畳みかけていきます。はい。写しとくんで、書いていってください。大丈夫かな？ちょっとね、分かりづらいなってなったらね、あの動画のテロップと一緒に合わせてもらうのもいいかもしれない。OK？ OK かな？はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで隠します。今映ってるこの6個のコードですね、今日は。この曲6個のコードでできるの、この雰囲気を出せるんだなと思いました。言っていきます。C、Am、F、Dm、G7、Em7 の入門コード6個。今映ってるこの6個はガズレレではですね、超基本にしてるね、この入門コードのグループ、これなんです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレ音楽を始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単だけど、いっぺんにドンと10個ね覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかも大体ごちゃごちゃになっちゃうね。私が皆さん初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますね。コード10個覚えちゃってください。さあ、じゃあこれからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にですね、何度も言いますけど、この歌い回しとこの言葉の割り振りのタイミング、かなりこれはね、もう氷室京介さんのもう世界観がすごいです。ちょっとこの A メロの歌い出しのとこ、ワンツ泣き顔でスマイルすり切れてシャイン踊るなられん、なんでしょう、この言葉がこうなっていうのから、こう紡いでいくこの感のタイミングと言葉のこのバランスというか、メロディーとか歌い、なんかすごいね、かっこいい、歌っていたらですね、すごいこうパズルをはめていくような面白さがあります。A メロかなり面白いですね。あの1番も2番も。その辺もね、ぜひあの歌詞の内容とともに世界観共有して楽しく練習していきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンで1個だけコード追加。はい。G7 サス4、これ簡単。G7 入門コードのうちの1個 G7 押さえて小指で1弦の3フレット。これが G7 サス4で、離したら G7 です。こんな感じですね。G7 のザスポーカーで、はい、これにちょいちょい出ていきますということで。コードはね、今日は簡単です。じゃあ今日出てくるリズム、これが今日のもう問題でございまして、今日出てくるリズムいきます。はい、ドン。8ビートのチャと、16ビートのチャと、カッティングとシンコペーションでございます。これはなかなか今日はですね、これ16ビートのチャと8ビートのチャが一緒に共存しているということでございまして、なかなか今日はね、リズムがですね、すげーですよ。すげーです。4つのパターン出てきますから。この4つのパターン、どれもですね、結構、練習必要。これ面白いです。今映ってるこの4つの弾き方の解説は概要欄に貼ってあります。ウクレレでできるリズムのいろいろという URL があるんですけど、その中に、それぞれの今映ってる弾き方の濃厚解説レッスン動画がもうアップロードしておりますんで、ちょっとね、わかんないなという方はその動画を見ながらね、やっていただきたいと思います。今日はね、そういう意味で、コード自体はね、さっきも言ったけど、すげえ簡単なコードなんですけど、リズムです。あとは歌のタイミングとメロディー。これが今日はもう、来ますから。どんどん最初から説明していきましょう。まず最初のリズム。まずリズムパターン1の説明ですね。これは8ビートのチャットカッティングとシンコペーションが混ざったリズムです。これはでもね、基本形のやつなんで、まあ、できる人はすぐできると思います。ちょっとですね、じゃあイントロの Dm、Em7、F、G、G7。これやってみましょうか。1、2、3、4。G7 で伸ばす。はい。
この最初の Dm と Em7 の F のところ、ここで弾いたリズムが今日リズムのパターン1ですね。 C でやってみますと、これですね。これカッティングです。今弦を触れてる左手、はい、これに対してチャを入れていきます。はい、これはですね、実はカッティングでは典型的な練習リズムとしてガズレで取り上げてるんで、さっきのね、リズムいろいろ URL 貼ってある、カッティングの説明動画でこのリズム紹介してるんですよ。ちょっと図に表すとこうなります。丸は引く、バツはカッティング、星はチャです。ちょっと見ながらやっていきましょう。C を押さえてやってみます。せーの。だかちゃ、だかか、ちゃか、だかちゃ、だかか、ちゃか。わかります？丸、バツ、星、丸、バツ、バツ、星、バツ。だかちゃ、だつ、つ、ちゃか、だ。これ、ものにしてください。これカッティングで一番、まあ要は基本的な練習題材、さっきも言ったけどね、これでできるんだとすごくいいですからね。で、これが今日のメインの、まず一番目のメインのリズム。これで A メロが始まっていきます。ちょっとやってみますと、ワン、ツー、スリー、フォー。気が打てすまやつできるとしゃあや、取るなら連発と。ですから左手が、はい、これは深いです。ちょっとこれ練習してみて、 C でちょっと練習しようか。ワン、ツー、スリー、フォー。このカとチャの差を聞いといてくださいね。チャダツ、チャダツ、はい、これがもう本当にもうね、修行僧のように体に染み込ませるのがいいと思います。はい、で次、 Don't you cry、 なればなれ。ここがですね、いきなりリズムがゴロッと16ビートの、リズムに、16ビートチャのリズムに変わり、しかもなおかつ、カッティングです。ちょっとそのね、歌いながらやってみましょうか。じゃあ、A メロの一番最後からでしょうかな。傷つくだけのから、せーの。傷つくだけの夢が転がる、ここから Don't you cry、 離れたなあれじゃ cry、 はい、かっこいいでしょこれ。これはね、16ビートいきなりドリンが変わりますからね。 Em7 でダンダチャカタンタンつくチャカタカ、こんな感じです。これはカタカナで表すと、タンタチャカタンタン、チャカタカタンタチャカタン、カッティングも入ります。はい、最後の方カッティング。タンタチャカタンタン、チャカチャカチャカ、このチャカチャカ言ってる時カッティングですね。このカタカナでちょっとイメージしてもらうのが、今度は16ビートの時は伸ばす音も出てくるんでいいかなと思います。ゆっくりいきます。Em7 押さえておいて、タンタチャカタンタン、チャカパカパカ、タンタチャカタンタン、次 F。これはですね、急にね、ほら、ここだけやったら16ビートでできるかもしれないんですけど、8ビートの A メロから B メロで、コロッとこう、倍のリズムに変わるわけです。その切り替えの時にリズムが乱れちゃう。これが、しかもこう、結構なもんですよ、このカッティングもですね。このやっぱりこの A メロから B メロに移り変わるこのタイミングをですね、ぜひ皆さん、楽しんでくださいということでございますね。ちょっともう一回同じ傷つくだけの夢があるからやってみる。A メロ最後から。せーの。傷つくだけの夢が転がるで、 Don't you cry、 なれたなあれじゃ cry、 はい、ダンダスクタンダ、おい、ダンダスクタンダ、おい、ダンダスクタンダ、おい、ダンダ、こんな感じです。ここめちゃくちゃかっこいいんだけど、この切り返し、めちゃ手首柔らかくしてね、これ16ビートですからね、だからすごいしなやかに、手首でこう柔らかく、これがキーポイントになってます。とね、この B メロの最後のところで G7 サスポート G7 でダラダラダラダ、これフロープでダラ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 
で、A メロの2番に入って、A メロ2番はもうずっと同じですね。同じ。パターン1のパターンですね。なんで A メロはパターン1、B メロはパターン2の16ビートの、カッティングフレーズということです。これはね、深い。そして B メロだったら今度 C メロ。ここも来てますからね。Friday Night What I Go が、これが今日一番面白いリズム。ちょっと弾いてみましょう。1、2、3、4。Friday Night What I Go が、ダダッタ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 ン。思い出に変わる。今の。ちょっと普通の8ビートのチャと違いますよ。これも8ビートのチャと、カッティングのフレーズなんですけど、ちょっとこれ、さっきの丸バツで示すとこうなります。ちょっと言いますと、丸バツ星バツ丸丸星バツ丸バツ星丸バツ丸星バツ、これ難しい。これ要は2ブロックにまたいでるフレーズなんですね。ちょっと弾いてみますね。まず、C と G7 のところ弾いてみますね。はい、わかった。C、C、C、G、T、こんな感じです。ドン、チャット、ドン、チャット、ドン、チャット、ドン、ド、チャット、こうですね。C で、ド、チャカ、ド、ドン、チャカ、ド、チャット、ド、チャカ。だから、C と G7 でリズムが違うってことですね。これが2つ、C と G7 で1個のリズムのパターンを形成していると。で、その次は Am だけだと、ライゴエガー、チッケタタ、チッケタ、チッタタ、チッです。その次、思い出に変わる F と G7 は、思い出に変わる。こんな感じです。ここがですね、また普通の8ビートに慣れきってる僕たちとしては、パターンが変わる8ビートのチャ。これは脳トレになりますよ。じゃあ、2番の B メロの後から流れでいっていきましょうか。Don't you cry 慣れ合いの指にからいきましょう。2番の B メロ。Don't you cry 慣れ合いの指に。笑いこえりゃダダッツタ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 ッ、思い出に変わる。ここは来てます。そして最後のうー横島なデイジュリーム投げやりなアイラに、この最後の不思議なこのあのリフレイン繰り返しになるところなんですけど、エンディングっぽい感じのところね。エンディングでこの曲のアレンジではエンディングになって、これまた曲の途中なんですけど、この原曲もこの辺このパターンで終わっていくんでね、ここがちょっと印象的なんです。ここはもう頭打ちのカッティングです。頭打ちのカッティングっていうのはどういうリズムかというと、ワン、ツー、スリー、フォー、タッ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 、結構勢いがあるリズムなんですね。これはやっぱりカッティングで表現します。ちょっとやってみましょうか。思い出に変わるから言ってみようかな。せーの、手に変わる。福島の天気で今カッティングで左手で泣きやりな愛に裏切りのレイニーデイ、こんな感じです。パッパッパッって一回ずつ音を止めていくんですけど、この時にリズムが止まっちゃうように感じさせないように一応流してやるっていうのがポイントですね。 G7 難しいですよ。4弦が鳴っちゃうんで、僕は親指でこうやって止めてますけど、このダッダッダッ、シンプルなこのね、あのダウンピッキングだけのカッティング、カッティ左手で止めるわけですからね。右手をダウンピッキングだけでしょ。これがリズムキープ難しいです。でずっとこれ続くんでね、いやここもなかなかなリズムトレーニングが必要で、これ4番目のリズムなんですよ。つまりこれがね、これがこう合わさって1曲になっているということです。でしかもその中で弾き語りですから、歌を歌っていくわけですからね。皆さんこれはですね、なかなかのトレなんだけど、これ面白いです。ガズさんもちょっと夢中になっちゃって、かなりテンション上がりました。やっぱリズムってやっぱり面白くって、同じ曲の中でもいろんなリズムが展開していくと、なんかねその景色が変わってくるっていうか、それを十分味わってください皆さん。はい、今日はだから1個目のリズムはトッツタッツチャッカタッツタッツチャッカ、2個目のリズムはトンドタクトントンチャッドンドタクトンチャッ、はい、その次3つ目のリズムはダッチャッカダチャッダチャッカダチャッカ、これがこれ難しいよね。で最後の4つ目は最後のエンディングと、こんなリズム、カッティング頭打ち、この4つのリズム叩きかけ、畳みかけていきましょうと。はい。そして今演奏面の解説を今したわけですけれども、当然ながらこの曲の持ってる、やっぱ一番のエネルギーってやっぱ歌であり、歌詞であり、メロディー。やっぱりこれがね、あるからこのリズムも輝くわけです。歌を輝かせる、要は、
あの、裏方さんですからね、リズムっていうのはね。それがやっぱりこう、あの、一つになるときにいいわけですから。やっぱりその歌の世界観も歌詞の内容も読んでほしいし、あの、プロモーションビデオ、ミュージックビデオのね、世界観も頭に描いてもらって、あの怪しげなね、なんか独特の魅力満載のボーイの、ムード。これを胸に抱いて演奏していきましょう。さあ、やっていきましょう、皆さん。ボーイのわがままジュリエット、ウクレレ一本で完全再現。かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3。秋が落ちて舞い続けるチシャアイドルのローリンピンと外れのオーバーカウンマンジュリエット笑いかけた傷つくだけの夢が転がっとれ Don't you mind 離れた knowledge climb Don't you mind 足から足よな Heart you love New in last night お頼むボーイのわがままジュリエットかっこいいバージョンやってました。これはカズさんのテンションがめっちゃ楽しいけど奥深いよ。いろんなリズム出てくるからリズム乱れないようにね、ずっと同じこうペースで進めていく。これ奥が深いです。皆さん楽しんでやってみてください。夢中になれます。はい、お知らせです。2023年ガズレレ生誕10周年イベントなんですけど、東京、名古屋、大阪プラス東京での追加公演、全公演チケット完売ソールドアウトになりました。ありがとうございます。いよいよあと1週間でその全国ツアー始まっていくわけですけど、ご参加いただく方本当めっちゃ楽しみにしてますんで、一緒に盛り上がって最高の時間を一緒に作り上げていきましょう。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもねガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。